ユーザーフレンドリーなスクリーン、シンプルなメニューなど、Windows XP の新鮮で合理的なデザインをご紹介します。キー操作や基本的なコマンドについて見ていきましょう。Windows デスクトップ。Windows XP の操作方法はシンプルです。まず、スクリーン全体に広がるカラーの画面。これがデスクトップです。スクリーンの下の部分にある細い帯状のものはタスクバーといいます。コンピューターで行った作業はすべてウィンドウと呼ばれるフレームの中に表示されます。ウィンドウは同時にいくつも開くことができ、サイズの変更や位置の移動、前後の並べ替えなども自由に行うことができます。アイコン。デスクトップに表示されている小さな画像をアイコンと言います。アイコンはコンピューターに保存されているファイルやプログラムへの入り口と言ってもいいでしょう。マウスをアイコンの上に移動してみてください。アイコンの名称や内容を示す文字が画面に表示されます。ファイルやプログラムを開く場合はアイコンをダブルクリックします。ショートカットのアイコンには、左下に小さな矢印がついています。ショートカットのアイコンから、プログラム、ファイル、フォルダ、ディスクドライブ、ウェブページ、プリンターはもちろん、他のコンピューターにもアクセスすることができます。デスクトップ上にあるショートカットは、それらのファイルや周辺機器へのリンクを提供しているだけなので、アイコンを削除しても、実際のプログラムやファイルには全く影響はありません。最初に Windows XP を起動したときには、アイコンが一つだけ表示されています。これはゴミ箱のアイコンで、コンピューターから削除したいファイルを捨てる場所です。タスクバー。ウィンドウを開くと、そのウィンドウを示すボタンがタスクバーに表示されます。ウィンドウを閉じればボタンも消えます。タスクバーにはスタートボタンや時間などが表示される通知領域などもあります。作業状況に応じてその他のボタンが一時的に表示されることもあります。例えばファイルを印刷するときはプリンタボタンが表示され、印刷が終わるとボタンは消えます。マイクロソフトのウェブサイトから新しい Windows アップデートをダウンロードできる場合は通知が表示されます。Windows XP にはたくさん表示されたボタンを一つにまとめ、タスクバーを常に見やすい状態に保つ機能があります。例えば、複数の電子メールのメッセージを開いた場合も、すべて自動的に一つの電子メールボタンにグループ化されます。ボタンをクリックすれば、メニューから目的の電子メールメッセージを選択することができます。スタートメニュー。スタートメニューは Windows XP を起動すると自動的に表示されます。スタートメニューは、スタートボタンを押せばいつでも表示することができます。スタートメニューには Windows の操作を始めるときに必要なメニューがすべて含まれています。プログラムを起動する、ファイルを開く、システムをユーザー設定する、ヘルプを参照する、コンピューター内にあるアイテムを検索するなどの操作がスタートメニューから実行できます。スタートメニューのコマンドには、右向きの矢印がついているものがあります。矢印がついているメニューには、サブメニューがあり、そこからさらにコマンドを選択することができます。矢印のついているメニューの上にポインタを移動すると、サブメニューが表示されます。スタートメニューの左側には、頻繁に使用するプログラムが常に表示されるようになっています。一番上に表示されるメニューは、インターネットブラウザと電子メールプログラムへのリンクです。
イルとフォルダ。コンピューターはファイル引き出しのついた机に似ています。それぞれの作業やファイルはフォルダにしまうことができます。Windows XP では最も効率的な場所に簡単にファイルを保存することができます。テキストファイルはマイドキュメントに、イメージファイルはマイピクチャーに、ミュージックファイルはマイミュージックに保存するようにします。またこれらのフォルダには最も頻繁に使用するタスクへのリンクも表示されます。ウィンドウにはファイルやプログラムの内容が表示されます。基本事項さえ知っていればウィンドウでの作業は非常に簡単です。ウィンドウの上のタイトルバーにはウィンドウの名前が表示されます。ウィンドウは最小化するとタスクバーにボタンとして表示されます。最大化するとウィンドウは画面いっぱいのサイズで表示されます。またウィンドウを元のサイズに戻すこともできます。ウィンドウの中のメニューを見てそのウィンドウで使用できるコマンドやツールを探します。使用するコマンドを見つけたらクリックします。プログラムがコマンドを実行するときにユーザーが何らかの情報を入力する必要がある場合はダイアログボックスが表示されます。情報の入力方法としてはクリックして入力する、一覧から選択する、オプションを一つだけ選択する、またはチェックボックスをオンにしたりオフにしたりするなどの方法があります。ウィンドウの内容全体を表示できない場合は、画面を上下や左右にスクロールしてウィンドウ内を移動します。また表示したい部分までドラッグする方法もあります。コントロールパネル。Windows XP のコントロールパネルを使えば、お使いのコンピューターの設定を簡単にカスタマイズできます。コントロールパネルはスタートメニューから開くことができます。コントロールパネルでは Windows XP の外観や動作の変更やプログラムの追加と削除、ハードウェア装置の追加と削除、ネットワーク接続の構築、ユーザーアカウントの設定などができます。セッションの終了。セッション中の Windows を終了して別のユーザーがコンピューターを使用できるようにするにはまずスタートメニューを表示します。セッション中のユーザーはログオフします。次にユーザーを交代します。別のユーザーが Windows XP を使用できるようになります。すべてのユーザーのセッションが終了したらコンピューターの電源を切ります。次にログオンするときはまず最初の画面が表示されます。自分の名前をクリックしてパスワードがあればパスワードを入力します。 Windows のデスクトップが表示されます。